アメリカはもう今ではジ・エンパイアっていう本が大変評判になりました。帝国っていう本なんですね。700ページもある本で、まあ、だけども若い青年たちが好んで読んだ学生たちも少なからずあってですね、私が指導している学生たちも一生懸命読んでおりました。で、何が書いてあるかというと、要するにアメリカ帝国はもう自分一人だけではこれまで築き上げてきたアメリカの権威、権力、そして世界に握っている市場マーケットですね、これをもう保持できない、保守できない。なのでアメリカは、しかし一方では中東、アジアを含めて膨大な資源供給地を抱え、それこそセブンシスターではありませんけれども、さまざまな石油メジャーが中東にいろんな腐食をしているわけですね。でそういうものを守らんがために自らの持てる経済力ではもう担保できないので、先ほどももうすでに申し上げたんですけども、日本、韓国というアメリカに言わせれば信頼に足りる同盟、これとの良しにもさらに深めて、あるいは日本を韓国を人柱にしてでも自らの権力、権威、そして利益を保守を、これがアメリカの戦略なんですね。これを同盟国分担体制というんですね。同盟国分担体制、これはアメリカにとっては都合のいい話ですよね。つまり腕力が衰えてきた、その腕力の代わりに日本、韓国を助さん、勝さんみたいにして使うわけですね。で、自分は水戸の殿様みたいに水戸を見せるだけで、あとは引き下がって助さん、勝さんが悪者をやっつけるという、言ってみればこういう構図です。で、そういう役回りを日本がある意味では背負おうとしているし、ある意味では背負わされている。その極めてシンボリックな形が現に先ほど沖縄の話が、私の後から少しさせていただきますけれども、沖縄であるというものですね。そういう意味で集団的自衛権の問題はアメリカの軍事戦略から出てきたものであるということ、それから後から少し、沖縄の基地の問題を含めて、対中海洋戦略の話をさせていただきますけれども、まずもって集団的自衛権が、アメリカの要するに保守権力、アメリカの先ほどネオコン、新保守主義というような話が出ましたけれども、今アメリカではもうネオコンのものではなくてですね、トランプさんが大統領選挙で、皆さん、なんであんな人物が共和党のトップを走ってるんだろう、皆さん大盛りでしょうね。で、あれですね、簡単なんです。簡単という言い方はちょっと変です。トランプの後ろにはアメリカの軍さん、軍隊がついてるんですね。で、トランプさんっていうのはもう日本では不動産王ということで、まあ、メディアもそっちばっかり見るんですけども、トランプを突き動かしているのは、もう基本的に間違いなくアメリカの軍産業界、つまり、アメリカではですね、オバマ政権の中にも、例えば軍需企業の会長だとかオーナーだとか、執行部クラスが長官という名前で入っているんですね。で、つまりアメリカはですね、共和党政権になろうとも民主党政権になろうとも、基本的には、まあ、いわゆる軍関係者がいろんな形で権力の中枢コアを握っているわけなんです。例えばですね、話があちこちに申し上げないんですけども、1963年11月にケネディがテキサス州で暗殺されました。記憶まだまだ強いと思いますけれども、その娘さんが今キャロリン・ケネディさん、アメリカの中米駐日大使で今やってきますけれども、あのケネディさんがなぜ殺されちゃったかと簡単に言ってしまえば、あの時